はい、どうも、白熊先生です。今日お話したいニュースは何かっていうとですね、YouTube 上のですね、ファスト映画を作っていたですね、グループがですね、摘発された件なんですけども、なんとですね、そのうちの一人はですね、数十万円くらいしかですね、報酬をもらってなかったですね。しかしですね、その男、これフリーターなんですけども、なんとですね、映画会社とですね、1000万円の賠償金を支払うことを条件にですね、なんと無事和解することができました。なので、残りのメンバーたちはですね、これから先さらにですね、でかい金をですね、民事裁判で取られる可能性が高いです。でですね、この度、なんとかですね、和解に持っていけたですね、このね、フリーターの男がですね、映画ナタリーさんの方でですね、そのインタビューを受けたんですね。で、その中で、どういうふうにしてですね、このファスト映画を作ることに加担していったのか、そしてどんなふうに警察がやってきたのかとか、その辺をですね、かなりですね、克明に話しています。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、この映画、ファスト映画界の闇について、ちょっといろいろと話していきたいと思います。まずな、第一なんですけども、今回ですね、話をしてくれたのはですね、関東在住の20代のフリーターの男性なんですね。で、この男はですね、2019年の12月から半年余りで約70本のファスト映画のですね、ナレーションを担当していたという話なんですね。で、その結果、警察に摘発されました。で、計5名摘発されたんですけども、この方だけですね、1000万円の損害賠償を払うことを条件に和解できたっていう話なんですね。だから和解したということはおそらくですけども、言ってみたらですね、前科がつかないっていうことになるんじゃないかなっていうふうに思います。で、残りのメンバーはですね、民事の損害賠償請求訴訟に進むってことなんで、残りのメンバーはこの1000万円を優に超えるですね、お金を請求されることは間違いないんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあですね、この男はどんなふうにそのファスト映画チームに入っていったのかってことから話していきます。まずなんですけども、この20代の男はですね、そのゲーム、インターネットのゲームを通じて A さんという人と知り合ったらしいんですね。でですね、いわゆるそのオンライン上の友達みたいになったみたいです。で、 A さんはですね、当時あのゲーム実況のチャンネルをね、やっていたらしいんですけども、それに一緒に出演する形でですね、こう仲を深めていったっていう感じなんですね。で、その中でですね、その A さんからですね、映画チャンネルを作るんだけど手伝わないみたいな話で誘われたらしいんですね。でですね、そのですね、チャンネルを作る際に別のファスト映画チャンネルを見せられて、これと同じようなチャンネルが作りたいからナレーションをやってくれないかっていうふうに言われたみたいです。はい。でですね、その当時、その男はですね、その時初めてファスト映画っていうですね、ジャンルをね、知ったらしいんですね。はい。で、ちなみにですね、この男は別にですね、そのナレーションを頼まれたからといって声優を目指していたとか、そういうわけでもないみたいですね。当時はですね、大学を中退して配達や介護犬関係の、フリーターをやっていたっていう感じなんですね。だから言ってみたら、この男からすると、軽い気持ちで、そのオンライン上の友達から誘われたから、わかりました、じゃあやりますよ、みたいな感じで始めたみたいなんですね。でですね、実際問題ね、ですね、これ著作権上問題があること、要は法律に違反していることを知っていたのかっていうね、話なんですけども、どうやらですね、最初に見せられた別のチャンネルが何十万人っていう風に登録者がある大きいチャンネルで、再生数が伸びていてってのもあって、こんなんがあるんだったら、じゃあ自分たちがやっても大丈夫なんじゃないかみたいな甘い考えでやってしまったみたいですね。言ってみたら、暗黙の了解じゃないけども、グレーゾーンという感じで見過ごされているジャンルなんだろうなっていう風に思って、やったらしいんですね。でですね、そのね、さっき言ったオンライン上で知り合った A さんですけども、顔は知ってるんですけども、なんと直接会ったこともないらしいんですね。はい。さらに言うと、他のメンバー、グループのメンバーとも直接会ったことはないと。だからあくまでインターネット上で全部ですね、話がですね、進んでいったっていう話なんですね。はい。例えば編集担当だったりとか、その映画の選別とか台本作る担当とかっていうことですね。で、どんな風にナレーションを入れていったかっていうと、その台本がチャットで送られてきてですね、それを音声データとして録音して、それを送り返すっていうことをですね、ただやっていただけみたいな感じですね。だから、この男からするとですね、その映画のですね、言ってみたら動画も見てないし、もっと言うとその映画がどんな作品かも知らないことも普通にあったみたいです。ただただ送られてきたものにナレーションを入れて送り返すっていうことをですね、ただただそれをしていたっていう感じですね。でですね、そのペースとしては、1日1本の期間もあれば、もう1週間くらい送られないこともあったと。あくまで来たら返すみたいな、それくらいの感覚で、やっていたっていう感じみたいですね。はい。でですね、この方曰く、その登録者数がどんどん伸びていっていくことに関してはですね、ただただ言われた通りナレーション入れてるだけ、
くだけだから、別にその自分が嬉しいだったりとか、そういう感覚はなかったらしいんですね。だから、どっか人事だったっていう感じだったみたいです。でですね、多額の広告収入がそこで生まれていったわけなんですけども、この男はですね、どうやら受け取った金額はですね、10万円弱しかなかったっていう話なんですね。まあ、ただ、これが2020年の4月、5月、6月と3ヶ月に分かれて振り込まれたんで、まあ、おそらくですけども、トータルで30万円くらいですか？うん。10万から30万円くらいですね。はい。あ、トータルで10万円くらいですね。だからトータルで10万円くらいしかもらってなかったって話なんですね。だからこの男からすると、トータルたった10万円のために警察に摘発されて、そして和解金1000万円を払ったってことですから、まあなかなかの話ですよね。まあ多分その1000万円もおそらくですけども、親とかがまあ払ってくれたんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、この男はどういうふうにしてファスト映画界から離れていたかっていうと、まあ要は別に仕事でやっていた感覚じゃなくて、あくまで友達から頼まれたからなんとなくやって、なんとなく俺をもらってるくらいだったから、だんだんですね、どうやらその納期が遅れていったみたいなんですね。何日までにこれね、ダネーション入れといてって感じで送られていても、それをだんだん送れるようになっていったと。そしたらだんだん疎遠になってきて、そのままふわーっと関係性が終わっていったっていうですね、話みたいですね。だからフェードアウトしていった感じっていうんですか。はい。で、その後ですよ、皆さん。それからですね、約1年くらい、経ったね、日、何が起きたかっていうと、なんとですね、警察がいきなり、コンコンコン、警察ですってやってきたわけですよ。いや、これめちゃくちゃ怖いっすよね。はい。多分、このですね、男の人からしても、なんで警察が来たのかもいまいち最初わかんないですよね。去年あなたファスト映画作ってますよねって言われて、それでやっと、あーってなるっていうことなんでしょうね。でですね、そこで初めてですね、自分がやったことの愚かさや罪の重さを実感したというね、話なんですね。はい。でですね、結局1000万円のですね、お金を払って、和解になんとかしてもらうことに成功したという話ですね。で、ちなみになんですけども、この1000万円の金額についてどう言ってるかっていうとですね、映画会社様からすると、何億もの損害が出ているので金額としては少ないと思いますというふうに言ってるんですね。はい。金額の面でも自分の罪の重さを感じました。返済の目処は立っていますって言いますね。まあ、でもこの返済の目処っていうのはおそらくですけども親でしょうね。だってこの方フリーターだったわけですか。20代のフリーターで1000万円ってね、やっぱ難しいですよ。はい。というわけでですね、この男は現在はすごく反省しているっていうことをですね、この記事の中でも話していたっていう感じですかね。はい。というのが今回の、ニュース内容となっております。じゃあ、ここから何が見えてくるのかっていう話なんですけども、うん。いや、だからほんとね、こういう風に軽い気持ちでそういうことやっちゃいけないんだなってことがよくわかりましたよね。なんか思うんですけども、例えばこれがですよ、そのファスト映画で、そのチームの中心人物で数千万円の利益を上げていた男だとしたら、場合によってはですよ、損害賠償とか払ったとしても、トータルでですよ、プラスになることでぶっちゃけ詐欺ってあるじゃないですか。ね。なんだったらですね、お金はね、そんなお金はないって言ったら詐欺ってね、お金返せない状態になってて、なっちゃいますから、それで逃げれるパターンも結構ありますから。ただこの詐欺系っていうか、損害賠償系の何が難しいかっていうと、結局ですね、そのね、そのこっちのですね、まあ言ってみたらその条件が認められたとしても、じゃあ実際にそのお金を取り切れるのかっていうと、それがね、なかなか難しかったりするんですよね。うん。まあ、だから、やっぱりこういう犯罪っていうのはですね、その分ですね、結局その訴えた側がトータルで考えたら損して終わるみたいなことって全然あると思うから、まあ、だからそう考えると、やっぱね、なかなかえぐいと言いますかですね、なんか本当にどうしようもないね、犯罪だなっていうふうには思いますね。まあ、でもこの男の人もですね、フリーターでね、和解金1000万、ね、10万円くらいの報酬で和解金1000万っていうふうになっちゃったわけですから、まあでもいい薬にはなったんじゃないかと思いますね。あと親に感謝ですよね、絶対ね。うん。親が金持ちとかだったりしたんですかね、きっとね。はい。というわけでですね、今日はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったらですね、高評価、チャンネル登録ですね。コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。